漢字を使わない国が何か言っているようです。ようこそ日本すごいですね TV へ。パーソナリティのアスカです。動画をご覧いただきありがとうございます。ぜひ最後までご覧くださいね。さて本日のテーマは韓国、日本は漢字を使うから衰退している、そのとんでもない主張とは、お送りします。日本は漢字を使うから衰退している。日本が衰退したのは漢字を使っているからというスレッドが立ちました。今回はそのスレ主の主張と日韓の人々の反応をご紹介します。まずはスレ主の主張です。日本が衰退している理由は様々あるけど、最も大きいのが早い変化に適応できない国民性と漢字の使用、そして低調なインターネット利用率だろうね。日本人たちは一度ハマった固定観念はなかなか変わらず、早い変化よりは現実に安住する傾向にある。今のように変化が早い情報化時代に、そのような国民性は発展を阻害してしまう。また、中国ほどではないが、日本の漢字使用は早い情報の習得の障害になっている。日本人がインターネットをあまりしない理由の一つが漢字のせいだとも考えられる。そのためか、日本ではテレビを通じて情報を得る傾向にある。まるで昔の韓国のように旧時代的な状態となっているのだ。私も日本語を少し勉強していたが、漢字を使用することの不便さをたくさん感じた。特に日本の漢字は読み方がものすごく不便極まりない。漢字一つに基本2から3つの発音、多ければ7つを使い分けることがある。そして日本の話を聞いてみても、日本人は IT 分野に従事する人たちもインターネットをあまり使用しないらしい。スマホで少し使用するくらいかな、と言うんだ。そのため、世界的な最新情報やトレンドなどにも遅れを取るしかない状況だ。そして最近は、インターネットに様々な分野の専門知識もたくさんアップされているが、このようなことも受け入れずに遅れていくうちに、どんどん遅れていくのだ。以上がスレ主の主張です。漢字を使用するから情報の取得が遅くなって世界から取り残されてしまっているという主張ですね。しかしこれは本当でしょうか？このスレ主の主張には日韓から多くのコメントが寄せられましたのでご紹介します。韓国の反応。情報化社会の中で漢字を使用するなんて恐ろしく非効率極まりない呪いだからね。外国人が見るとハングルと漢字と形が似てるように見えるかもしれない。しかし漢文は入力にかかる時間がハングルの5倍以上かかるんだ。文字を打ってもそこから正しい漢字に変換する必要がある。その手間がとても時間のかかる行為なんだ。日本のインターネットが閉鎖的な理由だね。だから情報の選択性が減り洗脳されやすいんだろう。日本人がグローバル化をする気がないんだろうな。自国を褒めることが全てな国民だからね。そのようなことが正しいと信じてる人たちが溢れた社会なんだ。歴史的に見れば日本が発展をするのは戦国時代になるか他国が支援や投資をしてくれた時だけだよね。何もない日常で成長することができない国だ。中国人は小学生でも本や漫画をまともに読むことができないらしいね。そしてそれは日本も似ているようだ。韓国では子供でも小説本を読むことができるけど、それを見て驚いていたという記事を読んだことがある。まあ漢字を入力すること自体は少し不便だけど、慣れれば大丈夫。しかし漢字はモニターで見るときに可読性が悪くなるのが難点。ガラケー時代に韓国の携帯より日本の携帯の画面が大きかったのは、これが理由と言われている。画面を大きくしないと漢字が潰れて読めないらしい。こうした問題があるから、中国語も日本語も簡略化した偽の漢字を使うんだ。いずれは廃止だろうね。日本の反応。日本語は習得が難しい言語として有名だからね。韓国ではちょっと難しすぎたかな。だから漢字を捨てたんだよね。こういう話題が出るたびに、世界一機能性が低いと言われるハングルを使う国をかわいそうに思うよ。言語はその人の思考にも影響するって言うよね。だからハングルを使っている国はノーベル賞を取れないのかもね。そういうなら韓国は英語にすれば？どうせ歴史も浅いんだし、今から変えても問題ないでしょ？日本は1000年以上も前から日本語を使っているのだから、今更変える必要もない。
可読性が悪いって本気で言っているのか？ハリーポッターが翻訳された際、日本の何倍の厚みになっている国に言われたくないね。読み手の側から見れば漢字を使った方が内容の理解は深まるんだけどね。ハングルだと文脈から類推するしかないから、誤った解釈をされる可能性がある。実際問題を言わせてもらうと、韓国人のプログラムは信用できない。とにかくバグが多いんだよ。デバッグに日本人のそれより2倍の時間を要する。言語の問題なんか全く問題にならない。人として仕事に対する態度の問題。韓国人のできます、できましたは信用してはいけない。漢字捨てた結果、過去の資料も読めなくなった人たちに言われたくないね。おかげで空想の歴史を語るしかなくなっているし。漢字の入力がハングルの5倍かかるって、それはその人の入力が遅いだけだと思うよ。誰もが自分と等しい能力だと思っていたら大間違いだよ。日本人はインターネットをあまり使わないとか、どこ情報なんだろうね。電車やバスの車内を見れば、ほとんどの人がスマホを使ってインターネットを利用しているよ。読み方が変わっても意味は同じだからな。逆に見れば、読めなくても意味がわかるのが漢字だ。だからついつい読めないままでスルーしてしまうこともあるけどね。いつも通り朝鮮人の主張には根拠も理論も何もない。ちゃんとした根拠となるデータを出して話をしてほしいね。もうすぐ漢字しかない国に吸収されるんだから、わがままを言わずに勉強をしておいた方がいいと思うよ。実は50年以上前のコンピュータが事務計算に導入された頃には、割と本気で漢字廃止が論じられていたらしいね。少なくとも事務会計の現場では、漢字は使われなくなるだろうと言われていた。その後コンピュータも漢字を普通に使えるようになって、そういう話もなくなったけどね。漢字捨ててハングルだけにするくらいなら、いっそ英語を公用語にした方がいいんじゃないかな。使用している人が限りなく少ないハングルなんか使っていた方が、さらに狭い世界で洗脳されやすいだろう。優劣でしか言語を見れないなら、使用人口の多い英語のが嬉しいはず。漢字を読めない、書けない、使えない人たちが漢字のダメ出しをしているのが滑稽だね。漢字の打ち込みに時間がかかるのは、相手が読みやすいように考えて打つから、簡単で早ければいいって考え方の韓国人には理解するのは難しいかもね。漢字が読めずに情報を正確に残せないのは韓国の方だよね。過去の情報は全く伝えることができない。韓国政府はそれをいいことに、政府に都合のいい情報しか韓国国民に伝えない。洗脳されているのはどちらかな？表音文字が2次元だとすると、漢字は3次元。漢字には音以外の情報も含まれる。元の単語の音だけでなく、意味を解釈し、別の意味を持つ文字を当てはめるという高度な活動なんだ。同じ意味合いを伝えるなら、最も文字数の少ないのは日本語なんだけどね。韓国の誇りであるギャラクシーも、漢字にすれば銀河と2文字になる。子供でも小説が読めるっていうのは確かに利点かもしれないけど、それってハングルを使うと、大人の文章でも子供なめになるってことじゃないかな。子供が書いた文章と、大人が書いた文章を読ませて、どっちが大人かを選ばせてみてほしい。全部ハングルの小説って、つまり全部ひらがなの小説のようなものでしょ？そんなの読みたくもない。読んでいるうちに頭が混乱してきそう。ひらがな、カタカナ、漢字を廃止して、ローマ字だけにしようという計画を、戦後に GHQ が進めようとしていたっていうのは知ってる。でもすでに識字率が異様に高いことからやめたって話。昔から日本人は漢字を含めた文字の読み書きをしっかりと鍛えてきたんだ。ハングルが情報の取得に適しているのであれば、尿素水が枯渇しかけていることについて、もっと早く知ることができたんじゃないかな。日本は問題ないのに、世界で韓国だけが困っているという状況は異常だよ。その原因が、同じく世界で唯一使っているハングルにあるとは考えないのかね。漢字は魅力的な言葉。日本語を使用していることで、英語の情報を取得することにハードルがあることは確かでしょう。しかしだからといって、インターネットの利用率が低かったりすることはありません。総務省が発表している、令和3年度の総務省通信利用動向調査によると、
2020年における個人のインターネット利用率は 83.4% となっています。特に13歳から59歳までは9割以上が利用しています。今やほとんどの人がインターネットを利用していると言っても良いでしょう。また、内需がしっかりしている国ですから、日本固有のサービスもたくさん存在しています。例えばメルカリなどは日本でスタートして、今では米国でも大成功しています。市場が小さく、英語の情報を取得せざるを得ない韓国に、漢字がダメだなどと言われる筋合いはありません。一つの漢字に何個も読み方があるのが辛いというスレ主の意見もありましたが、漢字を見ただけでどのような意味を持つ言葉なのかがわかるというのが漢字の魅力の一つです。たとえ読めなかったとしても、なんとなく意味がわかるというのも魅力です。そんな漢字を捨てた国とは意見が合わなくて当然かもしれませんね。私たちは漢字を捨てずに、いつまでも使い続けていきたいものです。あなたは日本が漢字を使うから衰退しているという意見についてどう思いますか？ぜひ意見や感想をコメント欄にお寄せください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またあなたとお会いできることを楽しみにしていますね。